日本は偉大な国だと思っていた。でも、みんな寝不足、疲れ、知らせてるから、日本人の幸せって何？外国人留学生の有権作業、自民文化会が決意。ということで、留学生22、私は日本に来る前、日本は立派で偉大な国だと思っていた。来、当社も街の発展まで人々の生活豊かさを見て、私は認めたサートは大変大きいと感じて、日本人は自分の国を誇りに幸せだと感じ、口で思っていた。しかし、来日から10ヶ月が過ぎていく。実はそうではないように感じる。日本は世界でも実際実が高い国の一つ。電車の中で睡眠物が使った顔よく、日本人はあまり笑っていないし、いつもないか心配あるのかもしれない。日本人は勤勉で、一生懸命で今は日本を芸術した。でも、会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成功を自分が享受することを忘れて、自分のために貧乏な国だが、幸福なんでも楽観的に暮らし、めったに実はそう考えない。経済的豊かさ、幸せにつながると限らない。日本人は何のために頑張っていこう。僕とは旦那は日本人自身で答えを探した方がいいと思うという、これ完璧な正論でございますね。日本が働きたくなる方が現人変これが理由どうちゃうの低賃金でどうなきゃ悪いから確かにね。いやこればっか最近覚えた方は使いたからで同調圧力。いや別に難しい言葉でもねえし、同調圧力って別に普通だろう。実際同調圧力だし、まあね、本当にそういうとこありますよ。はい。まあ何のために頑張ってるかと言われたら俺は、セックスでございます。日本は偉大な国だと思っていた。でも、みんな寝不足、疲れ、知らせてるから、日本人の幸せって何？外国人留学生の有権者、最後は自民文化会が決意。ということで、留学生22、私は日本に来る前、日本は立派で偉大な国だと思っていた。来、当社も街の発展まで人々の生活豊かさを見て、私は認めたサートは大変大きいと感じて、日本人は自分の国を誇りに幸せだと感じ、口で思っていた。しかし、来日から10ヶ月が過ぎていく。実はそうではないように感じる。日本は世界でも実際実が高い国の一つ。電車の中で睡眠物が使った顔よく、日本人はあまり笑っていないし、いつもないか心配あるのかもしれない。日本人は勤勉で、一生懸命で今日本を芸術した。でも、会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成功を自分が享受することを忘れて、自分のために貧乏な国だが、幸福なんでも楽観的に暮らし、めったに実はそう考えない。経済的豊かさ、幸せにつながると限らない。日本人は何のために頑張っていこう。僕とは旦那は日本人自身で答えを探した方がいいと思うという、これ完璧な正論でございますね。日本が働きたくなる方が現人これが理由どうちゃうの低賃金でどうなきゃ悪いから確かにね。いやこればっか最近覚えた方は使いたからで同調圧力。いや別に難しい言葉でもねえし、同調圧力って別に普通だろう。実際同調圧力だし、まあね、本当にそういうとこありますよ。はい。まあ何のために頑張ってるかと言われたら俺はセックスでございます。日本は偉大な国だと思っていた。でも、みんな寝不足、疲れ、知らせてるから、日本人の幸せって何？外国人留学生の有権者、最後は自民文化会が決意。ということで、留学生22、私は日本に来る前、日本は立派で偉大な国だと思っていた。来、当社も街の発展まで人々の生活豊かさを見て、私は認めたサートは大変大きいと感じて、日本人は自分の国を誇りに幸せだと感じ、口で思っていた。しかし、来日から10ヶ月が過ぎていく。実はそうではないように感じる。日本は世界でも実際実が高い国の一つ。電車の中で睡眠物が使った顔よく、日本人はあまり笑っていないし、いつもないか心配あるのかもしれない。日本人は勤勉で、一生懸命で今は日本を芸術した。でも、会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成功を自分が享受することを忘れて、自分のために貧乏な国だが、幸福なんでも楽観的に暮らし、めったに実はそう考えない。経済的豊かさ、幸せにつながると限らない。日本人は何のために頑張っていこう。僕とは旦那は日本人自身で答えを探した方がいいと思うという、これ完璧な正論でございますね。日本が働きたくなる方が現人変これが理由どうちゃうの低賃金でどうなきゃ悪いから確かにね。
じゃあ、こればっか最近覚えた方は、使いたがりで同調圧力。いや、別に難しい言葉でもねえし、同調圧力って別に普通だろう。実際同調圧力だし、まあね、本当にそういうとこありますよ。はい。まあ、何のために頑張ってるかと言われたら、俺は、セックスでございます。日本は偉大な国だと思っていた。でも、皆の寝不足、疲れ、自殺率が高い。日本人の自殺率何？外国人留学生の有権者、最後は自民文化会が決議。ということで、留学生が実、私は日本に来れば、日本は立派で偉大な国だと思っていた。当初も街を張っていれば、人々の生活が豊かさを見て、私は認めた。さあ、とは大も大きいと感じて、日本人は自分の国を誇り、幸せだと感じ、口が思っていた。しかし、来日から10ヶ月が過ぎていま、実はそうではないように感じる。日本は世界でも自殺率が高い国の一つ。電車の中で睡眠不足が疲れた顔をよく、日本人はあまり笑っていないし、いつも何か心配あるのかもしれない。日本人は勤勉で、一生懸命大抵今日本を芸術した。でも、会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成功、自分が教師、そこを忘れて、自分のために貧乏な国だが、幸福なんでも楽観的に暮らし、滅多に自殺を考えない。経済的に豊かさ、幸せにつながると限らない。日本人は何とも頑張っていこう。僕とは旦那は日本人自身で答えを探した方がいいと思うという、これ完璧な正論でございますね。利用が当たりきたくない。これが理由、どうちゃら低賃金にならなきゃ悪いから。確かにね。こればっか最近覚えた方は、使いたがりで同調圧力。いや、別に難しい言葉でもねえし、同調圧力って別に普通だろう。実際同調圧力だし、まあね、本当にそういうとこありますよ。はい。まあ、何のために頑張ってるかと言われたら、俺は、セックスでございます。日本は偉大な国だと思っていた。でも、皆の寝不足、疲れ、自殺率が高い。日本人の自殺率何？外国人留学生の有権者、最後は自民文化会が決議。ということで、留学生が実、私は日本に来れば、日本は立派で偉大な国だと思っていた。当初も街を張っていれば、人々の生活が豊かさを見て、私は認めた。さあ、とは大も大きいと感じて、日本人は自分の国を誇り、幸せだと感じ、口で思っていた。しかし、来日から10ヶ月が過ぎていま、実はそうではないように感じる。日本は世界でも自殺率が高い国の一つ。電車の中で睡眠不足が疲れた顔をよく、日本人はあまり笑っていないし、いつも何か心配あるのかもしれない。日本人は勤勉で、一生懸命大抵今日本を芸術した。でも、会社や組織への貢献ばかり考え、自分の成功、自分が教師、そこを忘れて、自分のために貧乏な国だが、幸福なんでも楽観的に暮らし、滅多に自殺を考えない。経済的に豊かさ、幸せにつながると限らない。日本人は何とも頑張っていこう。僕とは旦那は日本人自身で答えを探した方がいいと思うという、これ完璧な正論でございますね。利用が当たりきたくない。これが理由、同調圧力、低賃金にならなきゃ悪いから。確かにね。じゃあ、こればっか最近覚えた方は、使いたがりで同調圧力。いや、別に難しい言葉でもねえし、同調圧力って別に普通だろう。実際同調圧力だし、まあね、本当にそういうとこありますよ。はい。まあ、何のために頑張ってるかと言われたら、俺は、セックスでございます。